皆静まりたる気配になれば、掛け金を試みに引き上げたまえれば、あなたよりはさすざりけり、貴重を掃除口には立てて、火はほの暗きに見たまえば、からびつ脱毛どもを起きたれば、乱りがわしき中を分け入りたまえれば、ただ一人意図ささやかにて伏したり、生を煩わしけれど、上なる絹押しやるまで求めつる人と思えり、中情を召しつれば何人知れぬ思いの印ある心地してとのたまうを、ともかくも思い分かれず、物に襲われる心地してやっと帯揺れど、顔に絹の触りて根にも立てず。で、みんな人が寝静まった気配様子だからして、源氏の君がその襖の掛け金を試みに引き上げてご覧になると、あなたよりはさすったりけり、思いがけず向こう側からは鍵をかけてなかった。だからこっち側から掛け金を外して開けてみたら、そのままスッと開いてしまった。貴重を掃除口には立てて、中の様子はまずその移動式のカーテンを障子の開けたところ、開けたてするそこのところにまず立てかけてあって、つまり障子を開けてもすぐ中が直接見えるというふうな状態でなくしてあるわけですね。そこに貴重がちゃんと立ててあるわけです。そして火はほの暗きに見たまえば、火の灯火の明かりがほの暗い中にご覧になるというと、からびつ脱もの、からびつめいたもの、からびつっていうのは木の四角なこの衣類やなんかを入れておく、かなり大きな四角な入れ物ですね。普通それにこう紐をかけて足がこうついてますから、こんな四角な大きなものです。それ足がついてて、それからそれを紐をかけて、そしてこう二人でこう担いでいったり、あるいは時にこのそれを一人でこう背中に、二人で担ぐ着物を一人で担いだりしますけれども、そのからびつめいたものがごちゃごちゃと中に置いてあるわけですね。乱りがわしき中を分け入りたまえば、非常に乱雑に置いてあるその中を分けてお入りになると、ただ一人意図ささやかに手伏したり、女はただ一人そうこうちんまりとこじんまりとした感じで寝ていた。生煩わしけれど、上なる絹押しやるまで求めつる人と思えり。これは女の側の思いですね。女の方ではなんとなく生煩わし、なんかこううとうとと寝入り花ですから、生実家煩わしい、なんとなく煩わしいなと思ったけれども、うるさいなと思ったけれど、上なる絹押しやるまで、その上の絹を押しのけるまで求めつる人と思える。さっき中情の君と言って、遅いねと思って言ったわけですが、その中情の君だと思っていた、自分についている女房だと思っていた。それで光源氏が、光源氏も中情ですから、もちろん意味は違いますけれども中情ですから、中情を召しすれば何人知れぬ思いの印ある心地してとの玉を、ともかくも思い分かれず、物に襲われる心地してやっと帯揺れど、顔に絹の触りて根にも立てず。で源氏の君が中情をお召しになったから、あなたが中情をお召しになりましたから、
こうしてまいりましたよ。なんかこういうところゆとりがありますね。さすがにまだそう体験がなくても光源氏だと思いますが、中将を召しすればな、中将をお召しになりましたからこうしてまいりましたよ。人知れぬ思いの印やある心地して、今まで人知れずあなたのことをお慕い申していました、その効果が現れた気がいたしまして、なかなかこうは出ませんでしょうねとおっしゃるのを、ともかくも思い分かれず物に襲われる心地して、ととも書くともそのことについて判断がつかないで、ただ物に襲われる心地、恐ろしい霊的なものに襲われたような気持ちがして、物っていうのは大物主の物です。物、玉の物です。物のけの物です。恐ろしい霊的なものに襲われたような気持ちがして、あっと怯えた声を出すけれども、顔に絹の触りて根にも立てず、顔に余儀がかぶさっていて声にもならない。